球場には大観衆が詰めかけています。埼玉西武ライオンズ対千葉ロッテマリーンズのゲームです。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか。まあやっぱり先制点でしょうね。どちらが先に主導権を握れるのか非常に重要になってきますよね。どちらのチームが先に点を取るんでしょうか。さあ、そして打席には高浜が入っています。さあ、アウトカウントが一つ増えましたが、勝ち越しは防ぎたい場面です。まあここで勝ち越されると致命的になる可能性もありますから、絶対に阻止しないといけませんね。なるほど、そうですよね。切りました、ファウルボール。変化球打った、抜けた、セカンドランナー帰れば勝ち越し。ホームに送球する、セカンドランナーホームイン。マリーンズ勝ち越しました。5対4、ライオンズリードを奪われました。残念ながら西武ライオンズ敗れてしまいました。赤星さん、打線の奮起を期待したいところだったんですが、もう一息でしたね。そうですね、最後まで点差を縮めることができなかったのは残念でしたね。そうですね、次の戦いは打線の奮起に期待しましょう。勝ったマリーンズ、大きな今日は勝利になりました。一方のライオンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームは西武ライオンズ敗れてしまいました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで失礼いたします。